おはようございます。社員研修、社員旅行2日目です。スターバックスですね。まあどこにでもあるマクドナルドのようなものですよね、スターバックス。目立たないとこまでよく掃除してます。さっき掃除してたここですね。もう昔からあるサンス。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、みんな元気で。社員研修2日目でございます。2日目ですね。はい、エッグタルトがマカオで有名なお店、カフェナタ。みんなはエッグタルトを食べてます。この字がなかなかすごいですね。郵便局も本日の一本エイク。なかなかかっこいいメガネがありますね。これはうちのスタッフ、あっくんです。いいね。あれ、アックもいいじゃん。あ、ありがとうございます。こちら褒め合っている。本日はタイパがベネチアに移動です。はいはい、2日目はタイパ島です。今日はこちらのベネチア、5人無理やり泊まります。ここにいい部屋ではあるんですけども、5人無理やり泊まります。せっかくのベッドですけど、ケロちゃんだけ寝るということで。すごいですね。パターか。パターボールです。はい、皆さんと来ました。です。はい、皆さん今日はベネチアです。ベネチア、ここは違う。あ、そう。そう、ベネチアホテルだね。昔。シンガポールで買ったんですよね。必ずどこにでもいる。どこにでもいるんです。でそれぞれご当地ベアなんですね。ご当地ベアなんですね。でも買わないですね。あれ、マイケル・ジャクソンは。でもカフェだけあるんですよ。で終わりました、マイケル・ジャクソン。2100万ヒットした時のスリラーのディスク。ウィーンですね。今回はやめときますか。バンジージャンプ。ちょっとそんないいですよ。立て替えときますけど。おー、ちょっとバカにしてたんだ。1万円払うなんてバカ。いや、ダメだ。ワンジャンプ5万円ですね。じゃあやめますかね、今回はね。じゃあまた見送りで。質屋街ですね、質屋街。こういう G-SHOCK からいいものまであります。携帯どうした？あれ？社員研修中。そうですね。何かこれからやりたい方々を募集してます。いろいろね、いろいろやりたい方々を募集してますんで、チャレンジね。ねえ、タモちゃん。ね、そうね。グラフ、これで何キャラかな。10キャラぐらいかね。やっぱりこの街はどう考えても空間の使い方がちょっと他の街とは考えられないぐらい贅沢な使い方をしてますね、このマカオ。すごく面白い街です。